録音の準備なさってください。あとは僕の近くに置いててくれたら結構ですよ。12月4日のところ開けておいてください。よろしいですか。12月4日のところの写真はこのマハルシの本のですね47ページの上の方に出てるんですね。これがとここに取り込んであります。まあちょっと赤っぽいモダンな色になってますが、最初はそうじゃなかったと思いますが、現在ではこうだっていうことでしょうね、おそらくね。ラマナと弟子のパワーミは、さっき出てきたパワニスワーミっていう人です。スワーミはインドでは僧侶の僧にあたりますがね、まあ日本語で言うと盆さんですが、特別な宗教団体に属してなくてもあちこちこう遊行して歩くのはサールって言ってます。一箇所に定住しないで食べ物、霊的なものを求めてじゃなく、タダで食べられるところ、あちこちうろうろしてるのがたくさんいるんだね。で、タバコみたいな端しって、ちょっと、まあ、大麻まではいかないんだけども、刺激剤みたいなのをこう吸ってる輸入者たちがね、いるわけです。そうじゃなく、一箇所に、どこかね、場所を定住してて修行したり奉仕したり、マスターにね、奉仕したりとか、そうやってる人たちのことを全般的にスワーミーって言うんですね。日本ではスワーミーとかって言いますが、スワーミーって長くなるんですが、の二人は、ウィルパークシャ洞窟で暮らしていた。まあ、これも日本語の翻訳の本ではウィルパークシャって書いてありますが、正式にはね、ウィルパークシャとなります。洞窟で暮らしていたとね。二人は木のドアに木のかんぬきをかける。要するに、板のドアにね、まあ、これ見るとちょっと漆喰、モルタル漆喰みたいに見えますがね、その前は、その前に屋根の上の方をね、見るとこういう岩、この写真の方が分かりやすいけども、岩があってね、大きな岩を屋根代わりにして、もうちょっとこっち側に片方屋根作ってて、岩のところに何かを作っていっただけなんですよ。よくある方法ですけどもね、これはね。なんか大きな岩あったら、崩れないような岩見つけたらね、それを一つの方の屋根と壁にしちゃえば、あと半分だけでいいので、100万円で家を建てる方法が50万円で家を建てる方法になるわけですよ。そういうの見つけた方が早いかもしれないね。それで木のドアにね、木のかんぬきをかけ、まあ簡単にですね、開けようと思ったら誰でも開けられるんですけどもね。アルナーチャラの丘のあちこちを1週間も10日も遊んで暮らした。まあそこにいてどこかに行こうかっていうとね、そのアルナーチャラの丘、山広いでしょうから、あっちに行ってこっちに行ってって、さっきのマンゴー樹園みたいなところね、あれこれあるでしょうから。で、二人でね、一遍外に出ると一週間も10日も、まあ遊んで暮らしたって僕は書いておきましたが、パラニスワミはラーマーヤナとか引っ提げて、マハルシにあれこれ教えてもらったりしてたんでしょうね。帰ってくると、木の棒を見つけ、またその辺に転がっている木の棒ね、を見つけて、それでカンヌキになっているのをトントンって叩いてね、それでカンヌキを開けた。だから鍵を隠しておく必要はなかった。これは最後にマハルシが言ってるんです。鍵は必要なかったっていうのはね。まあなんとも、簡素な生活と言いますかね。まあ羨ましい生活だと思いますけどもね。この写真ではわかりにくいのですが、屋根の上には大きな岩が覆いかぶさっています。今本で見てもらったようにですね。大きな岩を利用して手前に小屋を建てたという方が良いでしょう。
弟子のパラーニがシャンカラ、まあカッコナニアのハーバード教徒システムので ZA、 その後大文字の G になってますね。まあ普通はそこ、日本ではん、カタカナのん、シャンカラって発音するので N って書くのが普通なんですがね、シャンカラ。あのカっていうのは喉の奥で発音するでしょ。その前にんっていうことはカに近い奥のでんっていう、日本語のんと違ってん、あのフランス語のねビヨンに似てるんですが、で特殊な文字書いてあったらその後にどういうシーンが来てるかで理解大体できるようになりますから、カがんってまあ濁りますね。強く言うと有声音だとがですね、かはがになりますが、私がっていう時にがっていうのを鼻に引っ掛ける人たちもいるし、私がってね、あれをもうちょっと鼻に引っ掛けてどんどん奥で柔らかく発音するとこのシャンからのんになるんですね、ビヨンにね。まあフランス語なんかビヨン多いからフランス語を慣れてる人はあの発音しやすいかもしれません。それでそれをカタカナに直すとね、グになるので、ただ母音がないのでね、小文字にしてあって、それは特殊な、んですよっていうので、シャープの文字つけてあるんですね。あの、サンスクリットの表記法っていうのは、あの、教材の方でご覧になっておいてください。それに慣れていくと、そこから例えば、ZA、G、K、R、A でね、あのモニエルの辞典とか引いていくと、あのうまいこといくとそれでヒットするわけなんです、出てくるわけなんですね。まあシャンカラって言っても日本人が普通に聞いてたらシャンカラって言ったんだなってなるので、そこにシャンカラってカタカナで書いておいて、まあ、あの正確にあのいろんなことを区別して表記しようと思うとそのようになるっていうことでしてね、まああの発音は難しいですから、あのできなくても構いませんが、そのような表記されているのには理由があるということで、すべてあのモニエルなどの盆栄辞典に行きやすいがためにそうしているんだというふうにご理解いただければそれで結構です。シャンカラの著作からの数節を欲しいというので、まあ、パラニスワミはラーマーヤナ読んでみたりね、それからシャンカラを勉強したいと思ったりて、愚道心はあったお方ですからね。そしてマハラシにですね、あれこれまあ教えを請うわけなんですね。ラマナマハラシはあちこちから紙切れを集め、まあ紙切れ集めるのも苦労してたんですね。こういう風なところで二人で暮らしてたのでね、誰かがお供え物持ってきた紙、包んである紙で余白があればそれ切り取ってとかってそうやって作ってたらしいですからね。まあ今みたいにね、どこに行っても紙があるという時代とあの環境じゃなかったわけなんですね。まあ昔は本当に僕らの父親の時代っていうのは、あの紙と鉛筆なんかもね、もう鉛筆も小さくなるまで使ってなめなめ使ってこう書いたりとかね、やってた時代ですよね。書道って言っても新聞紙あればいい方でね、新聞紙の上にこう書いて何遍も練習して真っ黒になるまで裏表使ってやってた時代があったんですよね。今はもう無駄遣いのね、あの使い捨て時代になってしまいましたがね。であちこちから紙切れを集め、それで粗末な帳面を作って、まあ束ねてですね、なんかで閉じてそれに書いてあげたっていうんですね、まあ春日がね。二人は、その他には、水汲み用のポット。まあ、マハルシがいつでも、あの、やかんみたいなのをぶら下げてるでしょ。ああいうようなものね。汲んできて、それで飲む。そういうポットがあるだけで、出かけるときは、パラニが自分で持っていたタオル。マハルシはタオルすら持ってなかったんだね。自分で持っていたタオルで聖典、マハルシが作ってくれたノートね、を腰にくくりつけて、ラマナは手ぶらで二人で一週間でも10日でも出て行って、好きな時にまた戻ってきて、その木の缶抜きを開けて、またそこでね、暮らしていたって、そんな時代ですね。
まあですから、愚道者の立場から見るとね、修行したい方の人から見ると、教えてくれる人、マスターがいて、で、マスターの、と自分ね、の食生活なんとかできるような、まあ例えば、果樹があったり、ちょっと畑をこしらえて、野菜作ったりとかね、あとは供物などでやっていければ、まあそれで、最高に幸せな、あの、修行環境ですね。何でも教えてくれるわけですし、自分しかいないんだし、他に何人いても別に構わないけども、自分しかいないんだし、で、自分が興味持ったことをね、質問すれば、まあ、学問はなくても何でも教えてくれるわけです。学問っていうのはもう、すでに実在しているものについての研究ですんでね、実在しているものを知ってたら研究必要ないわけですからね。まあそういう意味で、まあ皆さんもっと恵まれた環境にあって、このラマナ・マハルシの教えはこの世に持ってるわけですからね、まあ三等者どういう環境でね、知足してやっていくのかっていうことですね。まあそういう条件つけると本当は三等者とは言わないですがね。まあ中村さんたちのレベルでは条件つけてこれなら三等者できるって、そういうことでしょ。実力からするとどこでも三等者でないといけない。まあ岩井さん、瀬川さん、エリちゃんたちは十分三等者できる環境にあるんですよ。住まいも畑もあるしね。それでダメなのがおつむん中なんですよって、県内の問題なんですね。うん、問題はどうやら県内にあるんですね。中村さん、安井さん、外、加藤さん、外にあるじゃなく県内にあるんですね。パラニスワミもこうやってね、マスターのそばで、そしてこういう住まい、まあね、小屋あって、何一つ不自由しないんだけども、下脱とは何かとか、シャンカラはどう言ってるのかと、自分の心の中で、わからないわからないって考えている、フィンキングの問題があったわけなんですね。そうすると、それをぶつけると、フィンキングって言っても、クエスチョニングね、質問をぶつけると、マハルシがアンサーをくれるわけです。と、しばらく満足するけども、下脱してるわけじゃないので、またあれこれ考える、フィンキングするので、そうするとまたいろんなこと聞きたくなるでしょ。また答え欲しくなる。そのやりとりの果てにね、あの、アンナマライスワミとかサードウォームとか、ムルガナルたちみたいに、あるいはプンジャみたいに数日間で下脱できればいいんだけども、このパラニスワミはなかなかそういかなかったんですね。まあ、成熟は、さほど成熟はしてなかったんです。いい方だったと思うんですけどもね。ですから皆さんもね、マハルシとか教材に質問をぶつけて答えをもらって、でしばらくそれで安心してもまた問題出てくるでしょ。いろんな、それはどこから出てくるのかって、自分の記憶から出てくるわけですから。記憶っていうのは刷り込まれた情報ですから、その、刷り込まれた情報に問題があるって、はっきり認識しないといけないのね。自分でね。あの、自覚しておかないといけないのね。問題は、入力してしまった情報なんですよ。それを僕は先入観念、固定観念って言ってるわけです。あの、解決する前にね、解決としての答えが入ってくる前にも入ってきたでしょ。そういう問題は、先入観念、先に入ってきて、それが固定化されていて、ブクブクって泡みたいに出てくるわけでしょ、頭の中に。ですから問題はね、先入観念、固定観念という情報なんですよ。それだけが問題なんですね。例えば間違って毒薬飲んだら、毒、消しを飲めば解消しますでしょ。そういう場合には問題ないんだけれども、その毒が第八式にきったにね、もう先入観念固定観念として存在してるわけなんです。でマスターっていうとね、ティクナタハン、イーショワラン、ラモナの話とか言えばくれるんですが、全部解毒されないでまだ残ってるのがたくさんあるもんですから、またもらうで解毒する、その繰り返しで、その、劇薬の在庫がすごいもんですからね、僕ら。貸し倉庫たくさん持ってるようなもんでね、そこにもうちゃんとしまい込んであるんだね。いくら、あの、
毒、解毒処理班が行ってもね、間に合わないような感じなんですね。まずそうであることを知って、劇薬、毒薬っていうのは先入観念、固定観念に過ぎないんだ、情報に過ぎないんだっていうことでね。まあ、例えば、加藤さんの私の回想に書いてあったけど、田んぼでスピッツに追いかけられて恐怖感を覚えたってありましたでしょ。そうすると存在しているのは田んぼとスピッツだけなんですね。田んぼと犬ね。で、そこには、その、追いかけられるまでは恐怖感なかったと思うんですね。普通は、スピッツとかでしたら、まあ、可愛いって。例えば、加藤さんにそのスピッツが、寄ってきて、すり寄ってきて、じゃれるようにしたらね、加藤さんは撫でて、ああ、スピッツっていうのは可愛いもんだと思ったと思うのね。それが突然、なんか、吠えながら、こう、加藤さんに、かぶりつきそうに走ってきたわけでしょ。ちょっと恐怖感を覚えたわけでしょ。そうするとそこにあるのはね、田んぼとスピッツだけなんですが、加藤さんがそれにどう反応したかによって、恐怖っていうのが芽生えたわけですね。そうすると犬見ると怖いってこうなるわけですね。例えば土に落花生があるだけだと掘りやすいんですが、ヨモギとか、あと、ささくれだったような、土の中で、片芝とかね、芝の類とかで、土地があって、その中で根がね、根の先がこう、とんがってるやつね、こう、指に触れると刺されるような、根がとんがってるような草ってあるわけなんですね、雑草ね。そうすると、そういうの見ると、あるのはね、畑とね、の土と落花生でしょ。それから、ヨモギとか、これ、片芝の根とか、まあそういうようなもので、掘るの大変だなとか嫌だなとかね、そういう感情が出てくるわけですよ。あ、こっちは砂地ですと掘りやすいとかね、思うわけなんですがね。と、あるのは物なんですね。土と落花生と雑草の根とか、そこに嫌だなとか辛いなとかってはないんですよ。僕がそう思ったらあるんです。ですからそれをバラバラにしたらいいと思うのね。この前スコップでね、ずっと掘ってて、今年は芋と落花生1ヶ月で11月ぐらいで掘り終わればいいなと思ってたんですが、土地は雨降ったり、あとコンピューター教材ね、ややこしい仕事してるもんですから、一ヶ月半ぐらいかかって、やっとこの前、腰が前に終わったんですね。で、最後のところは、その落花生と、ヨモギと、片芝みたいな、芝の一種みたいなのと、ごっちゃごちゃになってるところで、スコップでほっくり返してバラバラにしていくと、根っこ、こういう、手を刺すような根っこやヨモギのしつこい根ね、それの間から落花生が出てくる感じでね、それも雨降った後ですので、軍手してこう、泥を避けながらやるんでしょ。それ何回も何回もやってるともう、軍手が泥だらけになってね、次の落花生掘ってこう、泥を取ろうと思うと、かえって泥をつけていくような感じになってね、芋や落花生にね、最後は大変だったんですね。で、ずっとかがんでやるもんで、時々立ち上がるんですが、もうこれで終わりだからって最後の2日ぐらい、ずっとかがんでやってって気がついたら、講習会の始める前の日、から左の太ももの後ろにね、針を覚えてね、高校時代以降ですね、運動してた頃はよくしこり、針ができたりってあったんですが、最近はそんなことなかったですけどもね、久しぶりに足に針を覚えて、ちょっと座ってるの重苦しくて辛かったんですね。で、僕が言いたいのは、存在しているものは土と落花生、あとミミズとかあれこれ言いますが、あと植物の根だけなのに、それに関わった人間は、これは辛いなとか、ここはもう来年落花生やるもんかとかっていろんなこと思うでしょ。まあそんなことはそこには存在してないのね。僕が思ってるだけで。ですから加藤さんの田んぼとスピッツも、そこに田んぼとスピッツが存在してるだけで、恐怖っていうのは他の人見たら、エリちゃんなんか見たら、まあ可愛いなってスピッツ撫でに行くと思うんだね。そうすると、加藤さんが思い出す田んぼと犬っていうのに恐怖が呼び起こされるときに、エリちゃんだとスピッツは可愛いんだからなって、可愛い、恐怖の代わりに可愛いっていうね、感情を呼び起こすと思うんですね。
いずれにしてもね、怖くも可愛くもない人にとっては、田んぼとスピッツがあるだけでね、恐怖とか可愛いとかそういう感じもないわけ。ということは、一人一人がね、なんか存在しているもの、対象に対していろんな心でね、いろんな世界を作り上げてるんだなっていうことなんですね。まあそれが幻想とか幻影とかね、マーヤとか、まあ言われているものの実態ですね。ですからそれを解決するにはバラバラにするわけね。田んぼは田んぼ、スピッツはスピッツ、あるいは犬は犬。落花生は落花生なんですよ。よもぎはよもぎ、土は土なんです。あるいは片芝の根は根、根。バラバラなんです。で、スコップで掘って僕はバラバラにほぐしていって、欲しいのは落花生だけですから、落花生だけ袋に入れて持って帰るわけね。ですから、バラバラにしてね、いろんなものをバラバラにして皆さん欲しいのだけ入手する。ということですよ。欲しいのは、最後に欲しいのはセルフの各地現状だけですから、世間のいろいろなこともね、バラバラにほぐしていったらいいんですよ。バラすっていうのは具体的にね、スコップで土掘ってね、根っこバラバラにしていったらね、バラすってわかるわ。土とだって植物の根ってバラしていったら土は土。植物の根っこは根っこなんですよ。で、一体になってるからね、一体になってる状態で初めて雑草っていうのは力を得るんです。バラバラにしてね、火にさらしたらね、枯れて死んでいっちゃうんだから。片芝でもね、あの、よもぎでも杉菜でも掘り上げてね、根っこ太陽にさらしておいたら死んじゃうんですよ。そして土になるんです。それこそ、束ねとけばぼかしになっていくわけなんです。ですから、バラバラにするっていうのが解決策です。くっつけておくから、力を持ってね、落花生掘る人間を苦しめたりするんですよ。土と杉菜、よもぎ、片芝とかそういうものが一体になっているのでパワーを得るんですね。バラしたらもう力はないっていうことなんですね。ですから、拡束っていくのはバラバラにすることですよ。自分を苦しめる先入観念、固定観念が蘇った時にね、手放してバラバラにしていく作業ですよ。バラバラになったら力は持たないんです。例えば皆さんのコンピューターと AC アダプターバラバラって切り離してごらんぜ。コンピューターパワーなくなっちゃうから。力を発揮できなくなるでしょ。ですから力を発揮させなくするためにはバラバラにするっていうことです。力発揮させたいときには集めていって組み合わせて作用させたらいいんです。電源、AC アダプターね、コンセントに突っ込んでコンピューターとその AC アダプターつなぐでしょ。で、電源スイッチを押せば起動するでしょ。ですから、作用させるのと、それから作用しなくなるような解体作業をね、それどっちもできないと人間はうまく暮らしていけないということです。です。バラバラにする方は芝、芝神。バラバラの働きを芝神というわけです。作っていく方をバラフマーって言うんです。創造神。で、維持するのをビシュヌって言ってるんですね。いい状態を維持すればいいけども、恐怖感とか嫌悪感とかを維持していくと自分を苦しめるでしょ。ですからそれは芝の働きでバラバラにしなきゃいけないわけね。まあそのようにお考えください。で、ここで木の貫抜きってあるけども、木の貫抜きをする場合にはそれは組み合わせて作用させるわけね。風などで開かないようにとか、動物が入ってこないように。で、この貫抜きをポーンと叩いて外してバラ、バラバラ、とと貫抜きをバラバラにするわけ。とと開いちゃうわけね。全部そういうことですよ。組み合わせるか解体するかの話なんですよ。で、それを何のためにするのかって分かってやれば修行生活も成就していきますけれどもね。まあ、手ぶらでね、何でも教えてくれるマスター、あとはシャンカラとかラーマーヤナとかね、そういうものだけに一生懸命なる弟子、まあ幸せな
師弟関係じゃないかと思いますね。じゃあ次に行きますので。